僕あのドニー・ウェンっていう、あ、なんか見たことあま、なんか、うん。まあ、なんかね、調べたらね、なんかキアヌ・リーブスと共演してるやつもあるっぽいので、ちょっとキアヌでいきます。で、キアヌ・リーブスがね、言ってるのが幸せでないらいき、幸せでないなら生き方を変える必要がある。物事が思い通りにいかない場合は目を覚ます必要があると。これ、なかなかちょっと良くないですか幸せでないなら生き方を変える必要があると。 で、物事が思い通りにいかない場合は、目を覚ます必要があると。これね、結構ね、すごいいい言葉だなと思ってね。まあ、ちょっとシェアしてるんですけど、これね、なんかね、すげえ深いなっていうところで、深いです。なんかその一単、一生た、一食単に結構考えられる、部分じゃないですか、ここって。だけど、これを分離して考えてるっていうね。うーん、なんか、この目を覚ますっていうフレーズ。だから、物事が思い通りにいかない場合は、その、やり方を変えるっていう、まあ、 前のセリフと合わせるんだったらまあそんな感じになるし、まあだそういう言葉が結構ありふれてるんだけど、この目を覚ます必要があるっていうのは、すごくなんかまとえてるなっていうのが思いますね。例えば、久保さんの事例で言うならば、あのー、麻雀店がうまくいかない。そこで目を覚ましたみたいなね。もうこの、これじゃダメなんじゃないかなっていう <laughs>。目を覚まして覚醒したみたいな話ですよね。 で、まあ、やり方、生き方を変えたっていうね、生き方。今まではリアルで、麻雀店のお客さんとリアルでやってたけども、もうその前提条件ネットに振るみたいな感じですよね。だから目を覚ますと生き方を変えるっていう、この、これはすごい、キュアのすごいなぁと思いますね。い,いってらっしゃい。